ウラン。ウランとは、原子番号92の元素。元素記号は、U、ウラニウムともいう、アクチノイドに属する。同時期に発見された、天王星の名に由来している。ウラニウムは、金属元素を意味する、ラテン語の派生名詞中性語ビーアムをつけた、形である。現在の地球上に天然に存在している元素のうち、大量に存在しているものとしては、 ウランが最も原子番号が大きく、また最も原子量も大きい元素である。もともとウランが地球上で天然に存在している元素としては最も原子番号が大きいとされていたが、1951年にネプツニウムが、1952年にプルトニウムが、それぞれウラン鉱石中にごくごくわずかに含まれていることが発見された。 記述の通りウランの原子番号は92であるが、ウランは原子半径も大きいため、その比重、密度は原子番号77番付近のオスミウムやイリジウムや白金などよりも小さい室温付近で、ウランが 1cm あたり 19g 程度であるのに対し、オスミウムとイリジウムが 22.5g 程度、白金が 21.5g 程度である。 ウランにはいくつもの同位体が知られているが、そのすべての同位体が放射性各種であり、一つも安定各種が存在せず、地球上では安定して存在し続けられない元素であることが知られている。しかし、ウランの同位体の中には、半減期が長い、寿命が長い同位体も存在する。特に長いのは、ウラン238、半減期は、 約44億6800万年と、ウラン235、半減期は約7億380万年である。このように半減期の長い放射性核種は、ウランに限らず、現在の地球にも天然の放射性物質として存在している。ウランの場合、現在の地球に天然に存在しているのは、ウラン238、現在の地球では、ウランの 約99.274%を占めている。ウラン235。現在の地球では、ウランの約0.7204%を占めている。ウラン234。現在の地球では、ウランの約0.0054%を占めているの3種の同位体である。このうちウラン238とウラン235は、半減期が長い、寿命が長い、ために、 現在の地球に存在している。なお、ウラン238の割合が多いのは、ウラン238の半減期が一番長いことが関係している。これに対して、ウラン234の半減期は、たったの約24万5500年程度でしかないにもかかわらず、現在の地球に存在している。ウラン234が、現在の地球に存在していられる理由は、 ウラン238が鉛206に変化する過程、ウラン系列に、このウラン234が属しているからである。ウラン238が1回の α 崩壊と2回の β 崩壊をすることで、このウラン234になるため、ウラン238が存在する限り、ウラン234もなくならない。ウラン234が崩壊しても、新たに補充されるのである。なお、このように、 ウランの同位体は半減期がまちまちなので地球上のウランの同位体の存在比は少しずつ変化している。ウランは地球の近く中に化合物や海水中に多元子イオンの形フォーミュラ1やフォーミュラ2で微量ながら広く分布している元素として知られている。ただし地球上でウランは安定して存在し続けられないため その存在量は減り続けている。現在の地球の地殻におけるウランの濃度は、地殻1ム中に2.4マイクログラム程度で、あると考えられている異なる推定値もある。同じく、現在の地球の海におけるウランの濃度は、海水1リットル中に3.2マイクログラム3.3マイクログラム程度である。海水中の場合、ウランは海の表層から深層まで、 ほぼ一様な濃度で存在している。これに対して、地中の場合、地球表層部、地殻中のウランの濃度が高く、地球深部のウランの濃度は低いと考えられている。その根拠は、もし地中全体に1ム中に2.4マイクログラムの濃度で、ウランが存在していた場合、ウランがアルファ崩壊するときに放出される熱によって、地球は加熱されて温度が上昇していると、 見積もられているが、実際に、そのような温度上昇は観測されていないことにある。地球におけるウランは、その存在量のほとんど、約1 0ラムが、近くの表層付近、地表から2 0トル以内に存在していると、言われている。このように地球では、表層付近に濃縮されているのは、ウランが不適合元素であるためと説明される。なお、現在の太陽系における、 ウランの原子の数の比は、ケースを1.0010としたとき、0.009? であると推定されている。他、一般的な重金属と同様に、ウランの場合も生体内に取り込まれると、化学的な毒性を発揮するが、それに加えてウランは、放射能を持つため内部被曝の原因ともなる。また、メカニズムは不明だが、人の場合、特に腎臓がダメージを受けることで知られている。 ウランの単体は、銀白色の金属である。常温常圧での安定構造は、射方症構造、アルファ型であるが、摂取668度で、正方明構造、ベータ型へ、摂取775度で、立方症構造、ガンマ型へ、相手にする。比重19.05、有点摂取1132度、沸点摂取3745度。ウラン単体は、 反応性が高く、粉末を空気中に放置すると空気中の酸素によって発火する。また、ウラン単体を水に投入すると、ウランは水から酸素を奪って水素ガスが発生する。ウラン化合物の原子化はプラス2化からプラス6化を取り得る。このうち一般にプラス6化が最も安定である。これに対し、プラス2化とプラス5化は特に不安定であり、 特殊な条件でないと存在できない。プラス4化は硝酸水溶液及び酸化物等では安定な価数であり、水溶液にした時には緑色になる。プラス3価の水溶液は赤紫色となるが安定せずに水を還元して水素を発生させながらプラス4価に変化するため、色も緑色に変化する。プラス6化は水溶液中でも安定であり、裏切るイオンとなって、 水溶液は黄色を呈する。水溶液に限らず、プラス6化のウランは一般に黄色を呈するため、イエローケーキと呼ばれる。なお、ウランのハロゲン化け物はプラス3化からプラス6化までをトリュるルが、これらは揮発性であることが知られており、その蒸気圧は、プラス3化が一番小さく、プラス4化、プラス5化、プラス6化と大きくなる傾向にある。 酸化ウランの利用は、紀元後79年に遡る。イタリアのナポリ付近のポジリッポで製造されていた、ガラスには1%程度の酸化ウランが着色剤として混合されており、黄色から緑色の美しい色彩を有していた。19世紀にこのガラス製品が再発見された時点では、ウラン源としては、ボヘミアのハプスブルク家直轄のヨアヒムスタールの銀行産に賛する。 ピッチブレンドのみ知られており、ローマ時代のガラス職人がどこからウラン鉱石を調達したのかは今もなお謎である。元素としてのウランはドイツのマルティン・ハインリヒ・クラプロートが1789年にセンウラン鉱から発見した。1781年にウィリアム・ハーシェルにより発見された天皇星が語源となっている。クラプロートは 千ウラン鉱から分離した酸化物を炭素で還元して金属光沢を持つ黒色粉末を分離。この物質を金属ウランと発表したが、これは後に二酸化ウランだったと判明した。1841年にフランスのが四塩化ウランをカリウムで還元することにより初めて金属単体として分離に成功し、1850年にはイギリスでも ガラスの着色剤としての利用が始まった。ウラン鉱物が放射線を発していることは1896年にフランスのアンリ・ベクレルによって発見された。光が当たらないようにした黒い紙で包んだ写真甲板をウラン鉱物のそばに置いておくとその甲板が完工したのである。2年後の1898年、ピエール・キュリー、マリ・キュリー夫妻によって ヨアヒム・スタール・鉱山、現在のチェコ共和国で得たウラ鉱石、ピッチブエンドから、ポロニウムとラジウムの抽出に成功し、自然に放射性改変を起こす元素の存在が世界で初めて証明された。ウランは発見当初は最も原子番号の大きな元素であったが、1940年、ウランに中性子線を照射することで、原子番号のより大きな超ウラン元素であるネプツニウムと、 プルトニウムが発見された。その後は地上に天然に存在する最も原子番号の大きな元素とみなされていたが、1951年にネプツニウム、1952年にプルトニウムがウラン鉱石の中からごく微量に検出されたことで、ウランは地球上に天然に存在する最も原子番号の大きな元素の座を譲った。ただし、 それらは本当に微量しか存在せず、あくまでウランが宇宙船などが原因で発生する中性子線を吸収した結果、生じているに過ぎないと考えられている。もし、地球誕生時にネプツニウムやプルトニウムが存在していたとしても、これらの元素は半減期が短すぎるために現在まで存在し続けているとは考えにくい。ウラン234のように、 新たに生成され続けていると考えられる。また、原子番号93、ネプツニウム以上の元素を超ウラン元素として、原子番号92、ウラン以下の元素と区別されることは2014年現在でも変わっていない。地殻や海水中に微量ながら広く分布している。存在量は鈴と同程度である。現在までに知られているウランの70%は、 オーストラリアに埋蔵されている。中でもオーストラリア南部の南オーストラリア州が世界最大とされる。輸出量はカナダが世界最大である。サスカチュワン州とアルバータ州の北部にマタガルデ高品質のウランが産出されている。他、ウラン鉱山としてはユーラシア大陸にはカザフスタンの南カザフスタン州、クズロルダ州、南カザフスタン州、 アルマトイ州,州、南カザフスタン州、南カザフスタン州、南カザフスタン州、ルカール鉱山などがある。パキスタンには、コップルケル、カイバルパクトゥンクワ州、パンジャーブ州などがある。インドには、ジャールカンド州ジャドゥダ、アーアンドラプラデー州,州カダパ。アフリカ大陸には、コンゴ民主共和国のシンコロブエ鉱山、カタンガ州、ニジェールのアーリット及び、アクータ鉱山。 アガデス州、中央アフリカ共和国のムボム州などがある。日本では岡山県、鳥取県の人形峠の交渉が古くから知られている。岐阜県と市の東農鉱山も核燃料交渉として採掘の対象となったことがある。しかし両者とも採算の合う埋蔵量ではなかったため稼働することのないまま閉山となった。2011年における ウランの国別の産出量は以下の通りである。ウランは核燃料としても知られ、核兵器に使用できることでも知られている。これはウランに核分裂を起こさせることでエネルギーを取り出しているのである。ただし、これらの用途に使用できるのは、現在の地球上に一番多く存在するウラン238ではなく、次に存在量が多いウラン235である。 このウラン235は唯一天然に産出する核分裂核種として知られ、原子力の分野では重要視されている。このため、しばしばウラン235を濃縮するという作業が行われている。なお、この作業の結果に生ずる、ほぼウラン238だけになった放射性廃棄物を劣化ウランと呼ぶ。ウランの同位体のうちウラン235は、 核分裂の連鎖反応を生じさせることができる。そのため、核燃料として原子力発電に利用されるほか、核兵器への利用も可能である。ウラン235の割合が高い高濃縮ウラン、兵ウ等については、核兵器への転用が容易であることから、国際原子力機関によって流通等が制限されている。また、トリウムを原料として、ウラン233を作成し、 核燃料とする研究も進められている。ウランは比重が高いためにバラストに用いられることが過去にあった。また砲弾に添加して強度を増して鉄鋼弾の威力を増すために使用される。ルミネッセンス反応を示すために蛍光剤として使用された。特にガラスに極微量のウランを着色剤として加えた製品をウランガラスと呼び美しい蛍光緑色を呈する。 ヨーロッパが発祥で、食器や様々な日常雑貨が作成された。現在では、民間でウランを扱うことが難しいため、新たなものは、極少量が生産されているに過ぎないが、骨董、アンティークとして、ファンも多く、高値で取引されている。酢酸ウラニル溶液が最も良く、使われ細胞内の角質や、リボソームなどに対して、染色効果がある。 ウランの原子核崩壊により生じる各種変化を追跡することで岩石等の生成年代を特定することが可能である。お参照。ウランの化合物は一般にウランの酸化数がプラス6かのものが安定であることが知られている。ただし、酸化物の場合はウランの酸化数がプラス4か、つまり二酸化ウランでも安定である。なお、ウランが この他の酸化数である時の化合物は一般に不安定である。ウランの同位体はいくつも知られている。それらの中で最も寿命が長いのはウラン238である。ついでウラン235、ウラン236、ウラン234、ウラン233、ウラン232と続く。これら以外で半減期が1日以上なのはウラン230。 ウラン231、ウラン237の三角種のみである。これら以外は、半減期が1日以内の非常に寿命の短い角種、ばかりである。5おさむき